ってわけだ。頼んだぞ。任せとけ。俺あの装置完璧に使えるからよ。頭ん中だけど。でもまだ大事なことが決まってないじゃない。分かってる。誰がどの役割を担うか。お前らは生涯の友と誓い合った仲だが、我はあの役割を譲る気はない。シャ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 。恨みっこなしだぜ。じゃんけんぽん。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥籠の中に囚われていた屈辱を。なんかあの巨人、どこかで見たことある気がする。これは新の巨人だ。巨人の出現。うわ、助けて。気をつけろ、ヒサメ。この巨人たちは人間を捕食するんだ。いや、本当に気をつけなきゃいけないのは著作権。ヒサメ、ヒサ、無事か？うん。巨人どもめ、駆逐してやる。この世から一匹残らず。いや、私食べられなかったし、今そこまで切れるポイントなくない？名台詞を無理やりねじ込むのは原作へのリスペクトが足りないんじゃないか。巨人と戦う。それよりこれ何？またパクリ動画でしょ。ちげえよ。じゃあ何？これはオマージュだ。一緒じゃん。キシャシャキシャシャ。ああ、ちょ待って、今あんだけカッコつけて登場したのに。タテチオ、離せ。落ちる。とナイスキャッチだ、ヒサメ。素晴らしい。君たちのその力、ぜひ我々探査兵団に。共に巨人と戦おう。探査兵団。お前らノリノリだな。兵団入り。こうしてヒサメとシディが加わり、巨人との戦いは我々探査兵団にかかっている。人類のために心臓を捧げよう。心臓を捧げよう。だが影千代は心臓を捧げても死なないよな。いいんだよ、気持ち、気持ちの問題だから。探査兵団は過去最強になった。まずはこの立体駆動装置を使いこなすとこからだね。でも私飛べるんだけど。ダメだダメだ。新の巨人は立体軌道を使った空中アクションのかっこよさが見どころの一つだろ。立体軌道って言っちゃってるし。そして巨人への反撃の手立てを探すため、奴らが支配する壁の外の世界へ乗り出すことを決めた。いよいよだな。キシャ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 キシャ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 シャシャキシャ。マチャソ、行く前からそんなことを言うもんじゃないよ。我は一人として友を失うつもりはない。あいつら仲いいな。うん、いいことだ。壁外調査。いやー、巨人出てこねえなー。めっちゃ棒読み。あ、何か来るぞ。あれ、気候子、いや、気象子か。シディのそれはボケなの？ノリなの？お前ら、向こうの森まで誘い込むぞ。影千代、どうする気だ。巨人化して戦うのか。あ、ノリなんだ。ここまで来れば立体駆動が使える。俺が行くから、お前ら援護してくれ。しゃあ、捕獲成功。仕掛けてあった罠の糸切るだけであんなカッコつけんなよ。しかし、いつの間にこんなものを。キシャキシャ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 。すげえ叫び声だ、この音は。巨人を呼び寄せたんでしょ。ってお前らかよ。おい、ストップストップ、一回元に戻ってくれ。巨人の正体。どうした、影千代。俺やっと出てこれたのに。何か問題あった？あれはゲイザー。問題ありまくりだろ。ここはモブ巨人の出番。だってこのままじゃ俺出番ねえし。我ももっと活躍したい。キシャキシャ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 。僕は女型を狙ってたのに。誰がどの巨人やるかはじゃんけんで恨みっこなしって決めたじゃねえか。本当に仲いいな。いいことだ。で、これ何だったの？あー、なんかゲイザーを使って新しいテーマパークを作ろうとしてんだってよ。今回はその実験、結構楽しかっただろ。うん、
進撃の巨人の世界そのものだったな。それダメなやつでしょ。俺たちプロットアニメの魅力をもっとファンのみんなに伝えたいと思わないか。俺ももっとファンと近い距離で動画を作りたいと思ってたんだよな。でもどうすればいいんですかね。やるならいつもの動画よりワクワクできるような新しい何かがいいです。全裸になるか。ならねえよ。ファンの皆さんからもプロットアニメについてもっと知りたい、もっと盛り上げたい、ファン同士でつながる場所が欲しいという声が出てましたよ。俺たちに何かできることはないのか。ファンのみんなとつながれていつもの動画よりワクワクできる、最高にエキサイティングなこと、いっそファンコミュニティでも作っちゃいますか。それだ。ここはプロットランド。会員になったみんなは様々なコンテンツを純粋に楽しむのも OK。 コミュニティを通じて一緒にプロットランドを盛り上げるのも OK。 楽しみ方は人それぞれだ。メインコンテンツは3つあります。1つ目はプロットランド限定特別コンテンツです。毎週1分程度のショートアニメを配信予定。壁紙にもできるイラストも手に入りますよ。2つ目はファンのためのコミュニティだ。これまで以上にプロットを盛り上げて一緒に作品を作ろうぜ。ファンのみんなでプレミア公開を見たり好きなところを語り合ってくれ。3つ目はプロットの裏側を大公開するぞ。あんなところやこんなところまで見れるかもな。ラフイラストやボツ案とかだ。いずれは裏側を公開する YouTube チャンネルもできるかもな。プロットランドの会費は月額料金は5億で、年間は嘘つくなよ。ギク、私はただ少しちょろまかそうと。少しじゃないだろ、この腹黒円豆。月額は500円、年間は5500円だ。今ならなんと1ヶ月間無料キャンペーンを実施中ですよ。アプリはもちろん iOS、Android 両方に対応してるじゃん。概要欄に URL があるので皆さんぜひダウンロードしてくださいね。最後まで見てくれてありがとうな。皆さんもプロットランドのチケットを手に入れて私たちと楽しみませんか。先に行って待ってるからな。ピチピチ。